こんにちは。じゃあ、変身動画の方をね、させていただきます。気になる男237話になります。あの、まずですね、朝のライブ放送なんですけども、多分ね、あの時間にライブ放送して来てくださる方がいるのもすごいことだなと思うんですけども、あの、やっぱライブしていきなり視聴者さんがいるってことはなかなかないんですよね。で、これはタカさんも感じてらっしゃったかもしれませんけども、ライブ放送をやりました。視聴者さん。 いません板にしてもコメントつきません間が持ちませんライブ放送続かなくなりますこのサイクルに入る方が最も多いんじゃないかなと思いますで私の場合は YouTube ライブがない頃 Facebook ライブがない頃 u s t r e a m しかない頃まさに u s t r e a m の URL ってあのもうどう拡散すればいいんですかって話じゃないですかでもそれしかなかったんで u s t r e a m で私はライブやりましたねで ずーっとやり続けて、週に1回だったんですけども、やり続けて、90分の番組だったんですけどね、時には120分になることもあったんですけども、こちらの方がね、最大680人の同時視聴があったんですよ。で、私の YouTube チャンネルも、こう、1年間で8000人ぐらいの伸びを見せている時で、ものすごい勢いのある時だったのと、あと、リアルもやってましたんでね、リアルセミナーとか、リアル懇親会とかも。だから、 あらゆる方面から圧倒的な集客力があったりとかしたことだったと思います。ピークだったと思います。で、そういったことを経由して、今、視聴者さんって10人から20人の間、これで朝のライブ放送をやってるんですけども、でも来てくださる方はね、いるっていうのは本当にありがたいことだなと思いますし、じゃあこれをまたね、ライブ放送を始めました。1から集客ですってやるよりも、ある程度私の流れを引き継いで、 お客さんが少しでもいる、視聴者さんが少しでもいる状態でできるっていうことの、このね、大きなメリットを感じてもらいたいなと思うのが、まず一つあります。多分、タカさんはね、これ大きく感じてると思うんですよ。あ最初から自分のことを知ってる視聴者さんが、まあ、久保さんの勧めで来てくれるみたいなねで。今やね、私のライブ放送が、もう、やってる時からタカさんが顔を出してくださって、そのまま視聴者さんが移行するみたいな感じになってると思うんですよ。だから、この流れっていうのは、 例えて言うとあのまあ規模は全然違いますけどもイゴさんがライブをやっていてねメンタリストのイゴさんがライブをやっていてじゃあ次はタカさんですって進めてくれたらねそれは視聴者さんがガサッと来るような感じじゃないですかそのぐらいい集客すすることって難しいんですよね。だから商売って集客ができる人についてもあることが何よりなんですよ。 で、単純に YouTube っていうのはチャンネル登録者数っていう集客の実績がありますので、ここがまず一つの拠りどころになるんですよね。で、もう一つは再生数ですよ。再生数が30、50なら30、50で、いつも30、50ってことは常連で作ってる数字なんですよね。でも、突発的に1万、5万、10万っていうのは私でも出るんですよ。それはでも、その時だけの方なんで、じゃあ他の動画見ますかって言ったらほとんど見られないですよね。そういう時はチャンネル登録も起きないんですよ。ですんで、 チャンネル登録するってことは次の動画に期待しますよっていうサインなんであのやっぱり瞬間風速的な集客では起きないってことなんですよね、まあ、ですのでライブ放送を通じてチャンネル登録が増えるっていう流れは作れると思いますしもっと言うとですねこれタカさんが今度自分のライブ放送の後に場を設けてそこでライブする人いませんかっていうふうな形もできるってことなんですよねまあそんな感じで学ぶこと気づくこと 多いと思っていただけるような、この気になる男シリーズのやり取りになっているんではなかろうかと思います <laughs>。あの、私がねありがたがってくれっていう話ではないんですけども。でもやっぱり逆の立場だったらむちゃくちゃありがたいと思います。私はうんで、私はね。あのこれやってくれたらありがたいなーっていう風なことを塾生さんが感じるんじゃないかなと思うことをね。 ずっとやり続けてるっていうことなんですよ。だから私のチャンネル登録1万5000人っていうのは、あの1万5000人のチャンネル登録をしてくださった方の1万5000でもあるんですよね。だから、熟成さんがちょっとコラボしましょうって言ったら、私のアカウントを使えるってことなんで、チャンスと感じていただければいいかなと。繰り返し言いますけども、チャンネル登録1万人以上の YouTube チャンネルでコラボをしたりとか、そこでおすすめをいただくことっていうのは、広告料を払わない限りではないと思うんですよ。実際私のところには企業案件、 毎日のように来てますからね。受けないですけども。受 <laughs> けるとね、動画を放送すると最初に10万とかね。であとはコミッションが30%、50%っていう結構いい内容なんですけども、まあ、そうするとね、私の責任の持てない商品を私の動画の中で紹介することになるんで、やっぱり熟成さんのコンテンツだけをこれからも紹介していきたいなと思ってます。当面はね、当面は。そのうちやるかもしれませんけどね。テストマーケティングなんで。はい。えー、そしてですね、えー、 まあ、リレー動画のこともいろいろあるんですけども、うん、ここに書いてますけどねあの視聴者さんはどんな悩みがあってどんな商品を提供したら買っていただけるだろうかっていうふうなリサーチをする意識で動画のテーマライブ放送のテーマも選んでいった方がいいと思いますね。でタカさんだったらどんなものを伝えれるのかっていうと覆面 YouTuber っていうくくりはもちろんあの基本としてあるんですけども覆面 YouTuber として何を伝えるべきかってことですよ。 前回も私も覆面 YouTuber としてできることっていうのはお話ししたと思います。まあ例えば、アダルトグッズの紹介は、あの、覆面 YouTuber さん向けなんですよ。あとは顔を出さない YouTuber としては漫画っていうコンテンツもありますよね。あとは肝試しの動画っていうのも顔も声も出ない。でもアクセスは稼げる。こういう例をいくつか、初級編、中級編、上級編って申し上げましたけども、ああいう風なものが作れるかどうかっていうのも一つなんですよ。そうしたらね、あ、 この肝試し系の動画だったら自分でもできるな。廃墟とか空き家とかだったらできるな。じゃなくても神社仏閣をこうやって取りに行くやつだったらできるなとかね。今お正月の時期だったら、屋台の敵屋さんの手さばきとかを取ってそれを流してみようかなっていううな、こういうの全部か自分の顔も声も出ないパターンでできるわけですから。 あとはドライブ動画ですよね。ドライブ動画も何でもいいわけじゃないんですよね。やっぱりこう、テーマを絞ってどんなドライブ動画にするかによって、自分の顔も出ないし、名前も出ないし、声も出ないけども、人気の高いドライブ動画を作ることができたりとか、あとはまあ定番ですけども、あの地域のグルメですよね。私の街だと、広島県福山市の福山チャンネルっていうのがあって、その福山市の飲食店ばっかりやってるんですけども、手元しか映ってないんですよ。料理のお皿と。で、 動画のアカウントのオーナーさんっていうのは全く出てこずに音声も出ずにテロップだけなんですよねそれでも相当なアクセスとそこに紹介されたお店は流行るっていう風な流れを作ってるんですよねでこれっていうのは日本全国各自治体でできると思いますんで千数百の自治体がある中でどこでもできることなんですよでほとんどの市区町村ではやられてないんでこれも隙間産業の一つなんですよね はいまあ、そういうふうに覆面 YouTuber を,を何に使うかっていうところまで掘り込んでいくとこのタカさんの覆面 YouTuber って立ち位置も十も文字にに使えるようになります、うん、例えば今お使いになってるテーマでシークレットのやつやってますけどもそこが飽和しても全く構いませんよとだって YouTube で顔出しをせずにできるもしくは顔出しをしないからそこで,できるようなテーマってのは山ほどあるんでしかも そこに参加してるる人は足りなすすぎるんですよもう私が入れたいぐらいなんですけども私はこの「隠居 TV」だけでねもう十分なんで、うん、あれもやったらいいこれもやったらいいって思うんですけどもやらないんですよね、うん、だからあの、まあ、コンサルトとしてこのテーマでやったらっていうふうにおすすめすることはありますけどもあ今みたいにね少なくともあの初級編中級編上級編でまとめれるぐらいにはまあ私としては YouTube の顔を出さないチャンネルはいっぱいやりたいのあるなーっていうとこですかね、うん で、まあ FX に関してですけども FX をね動画でやることに関してはあの、広告収入が高いんですよ投資系のものっていうのは FX の相場解説なり FX のことについて、えー、アウトプットする YouTube チャンネルって FX の口座解説の広告がつくことが多いんですよねであと暗号通貨系のやつは暗号通貨の口座解説がつくんですよこれのコミッションが高いんですよで誰かが口座作ったら5000とか1万円とかがバンって出るんで もちろん表示されるその報酬も50円単価とか80円単価で高いんでだから投資系の動画っていうのはあのもう何をやってもむちゃくちゃ広告量が高くなる傾向にあるんですよねもちろんいろんなジャンルをやった中で投資ってことになるとちょっと薄まる傾向にありますけどももう投資専門チャンネルとかで広告収入っていうのはああ本当と10倍ぐらい違いますんでそういうふうな広告単価の違いに目をつけてテーマを選ぶっていう意味でも。 まあ、FX を放送すると元が取れるかなと、まあ。例えば FX のね、今度オリガルヒっていうのがありますけども、そこで紹介されているコンテンツと似たような動画をどん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 作ることって、毎日私がネタを量産してますんで、それをオマージュしたものをやっていけばいいわけですよ。それこそ私の動画をそのままクリッピングして出すみたいなことは、これはタブーなんで絶対ダメですけども、あの、有料動画をね、無料で出すってことはやっぱダメなんですけども、まあでもね、私の解説した動画と同じ解説を自分の声と自分の 画面キャプチャーでつけて出すっていうのは全然 OK なんでそれをやり続ければまあおのずと広告収入の増加っていうのは感じれるんじゃないかなっていうところですよねうんその他にもねあのー、みんなこういうルートを辿ってるんじゃないかなっていうふうな分析、うん、たくさんされてるじゃないですかいやこれ自体が動画コンテンツになりますよメールで書くのはほんともったいないくらいでこういうふうに私はこのビジネスをこういうふうに分析しました私はこの 例えば、そっか塾の久保さんをこういうふうに分析しました。なみさんをこういうふうに分析しました。あ吉谷さんこういうふうに分析しましたっていうふうな分析動画ですらコンテンツになるわけで、それは塾生さんも見ると思いますし、それからこれから入塾しようとしてる人も参考に見ると思うんですよ。なかなかいいじゃないですか、これは。<laughs> こうなったらもっといいのにな、みたいなね。そういうふうな批評を書いてもいいと思いますしね。うんで、私の場合、FX で、よざつばさんみたいなビッグネームだと細かいサービスが とてもじゃないけどね、1600人の受講生さんがいたんで行き届かないっていうことで脱落も多かったんじゃないかなと分析しますんで、最後の100名に私は残れましたけども、100名って言ったってね、100名に対してのサポートはなかなかヨーザーさんもできませんよ。であと、ね、もう一人、私の古くからの友人のトレーダーさんもいらっしゃいますけども、サポートについては疑問があったですね。で、この2つを私だったら、量ができるなと思いました。もちろん、中村トレーダー <laughs> って名前出ちゃいましたけども、中村トレーダーほどの トレードのスキルはなないいかもしれないしれ与沢翼さんほどの、ね、訴求力っていうか知名度はないかもしれませんけどもそうじゃない私が与沢さんでも中村さんでもできないところは私ができるみたいなところがあってね、うん、今となってはトレードのスキルだってそんなん、ね、でどっこいだと思いますよ私の方がいいぐらいだと思いますよ、うん、まあそんなところを大きなことを言ってですね、うん、この辺にしとこうかなと思います であと私はねやっぱこう自分であのうまくいかなかったことは、まあ、有料では放送しないですねうまくいかなかったよみたいな土ジ話としてアウトプットすることはあると思いますけども基本的にはあの FX もそうですけども稼げないところから稼げるようになった過程をずっと残し続けていったっていうドラマが今日の信用につながってると思いますしこの6年間7年目に入りましたけども FX について放送しなない日がなかったというねしかも1日1回以上放送しているっていうところはもうこれは誰にも真似できないことじゃないかなと思います。でこれからもね意欲を持ってあと10年ぐらいやろうかなと思ってますんでこの宣言もなかなかできないんじゃないかなと思いますよね。だから誰かと何かで張り合うんじゃなくて他の人がやっていない分野で入れていけばワンワン通りになるんじゃないかなと思います。 高さんにもそういう道があると思いますしねはいじゃあ以上でございます、えー、気になる男237話タカさんありがとうございますなんかいろいろと話が飛んじゃいましたけども熱い思いが伝わったんじゃないかなと思いますけどどうでしょうかね